モジラサンダーバード、モジラサンダーバード、モジラサンダーバードは、モジラを起源とし、オープンソースで開発が行われている電子、メールクライアントである。プロジェクト開始当初はミネットは、ミノタウアーと呼ばれていた。レンダリングエンジン下校を使用し、優れた描画性能、高速性、拡張機能、テーマ機能など拡張性に富む。モジラスイートあるいはネツケイップメール。 ニュースと同様の機能を持つ。RSS を取得、購読するための RSS リーダーや、ベーズ理論による学習型迷惑メールフィルタ機能、受信時に迷惑メールと判断されたメールに、迷惑メールの印をつけ、設定によってはさらに、迷惑メールフォルダへ振り分けることも、可能、タブ表示インターフェースを標準で備えるなど、他の電子メールクライアントに見られない。 独自の利便性を打ち出して、い、アウトルックエクスプレスなどの他の電子、メールクライアントからの容易な移行機構も備える。モジラ・ファイアフォックスと同じように、ゲコエンジン上にズルを用いて構築されているため、マルチプラットフォームでありながら、開発ソースは単一である。またズルを利用した拡張機能が利用できる。ただし、ゲコエンジンに問題が発生すると、 サンダーバードも影響を受けるため、アップデートの必要性が生じてくる。アウトルックエクスプレスなどのメールソフトに見られるような、左にホルダー、右上部にメール一覧、右下部にメールの内容が表示されるという3ペインのインターフェースをしている。設定により、2ペインに変更可能。メールソフトとして利用できるプロトコルは、POP3、SMTP、IMAP である。 それ以外にはニュースグループの購読や HTTP を通じて RSS、アタモの取得をしたり RSS を通じてポッドキャスティングされたデータを取得することが可能である。サンダーバードのソースコードを利用した派生電子メールクライアントとしてエウドラの後継となるペネローペが開発中である。それまでプロジェクトを推し進めてきた。 モジラファンデーションは2008年2月19日にサンダーバードプロジェクトのための新組織モジラメッセージングの設立を発表した。サンダーバードはモジラの開発側やコミュニティが Firefox ほどに注力しておらず小規模開発となっていることが原因で切り離しはサンダーバードに興味、意欲のある人間を集めて開発を活性化さることが目的であった。 これに際し、モジラコーポレーションの最高経営責任者は、以下の3つの選択肢を掲げ、どのような形態で運営するかの検討を進めていた。なお、この切り離しに際して、ネット上で広告収入を供与している Google が Gmail との競合を理由に圧力をかけたのではないかという噂が流れたが、ベーカーはこれを否定した。その後、 モジュラファウンデーションは2011年4月にサンダーバードの開発チームをモジュララブスに統合すると発表した。モジュラは2017年5月9日、引き続きモジュラファウンデーションがサンダーバードを支援するが、運用面ではモジュラコーポレーションから分離させていく方針を明らかにした。ソフトウェアフリーダムカンサー・アビンシーやザ・ドキュメントファウンデーションへの移管も検討されていたが、 当面の間はモジラに止まることになった。将来的にはサンダーバードのプロジェクトはモジラから独立することになる。Firefox と並行してアップデートが行われるためバージョンの数字は同時期リリースの Firefox に合わせられる。このため2.0系列まではたびたびバージョンの数字が飛んでいた。3.0系列や3.1系列では 同時期の Firefox のバージョンとずれていたため、それぞれ3.5と3.6数字が飛ぶことはなかったが、5.0以降は再び Firefox に合わせられたため、4.0系列が飛ばされている。なお、Modzilla は Firefox4 以降、Firefox のリリースサイクル、周期を短縮すると発表した詳細は、Modzilla Firefox を参照。これに伴い、s u n d バ r b r d も、 リリースサイクルを短縮し、今後は6週間ごとに定期的なアップデートを行っていく予定。Firefox と同様、正式版の他に、ベータ版、サンダーバードオーロラ版、アーリーバードナイトリー版、デイリーの3種類のエディションがリリースされている。ベータ版は原則毎週、オーロラ版とナイトリー版は毎日更新される。2012年7月。 サンダーバードの使用開発チームは不具合の修正に専念する計画が発表され、新機能の追加はコミュニティが行うこととなった。Firefox の対応するバージョンにおける修正とほぼ同じである。g e c o ジンのバージョンは 1.7x。Firefox と同様、もともとは1.1としてリリースされる予定だったものが1.5として改められた。 ゲコエンジンのバージョンは 1.80x。2010年6月までセキュリティアップデートが提供された。ゲコのバージョンは 1.81x。コードネームはシュレッダー。ゲコエンジンのバージョンは 1.91x。検索エンジン、グロダによる検索機能の強化やタブ表示などのインターフェースの変更が行われた。2010年12月サポート終了。 追加された主な機能として以下のものがある。コードネームはラニー回、ラ2回。バージョン3.0と比べメッセージの作品作成を高速化、直感的な検索が可能なクイックフィルタツールバーを搭載するなどの改良を行った。Firefox ではバージョンが当初の3.1から3.5に変更されたが、h u n d e r b i r d では変更されず正式に3.1としてリリースされた。 ゲコエンジンのバージョンは 1.92X2012 年4月サポート終了。バージョン5.0以降はリリースサイクルが短縮され、6週間間隔5.0と6.0の間は例外的に8週間で新バージョンがリリースされるようになった。後述の法人ユーザー向けの延長サポート版を除き、 最新のバージョンがリリースされた時点で、前のバージョンのサポートは終了する。Firefox と同じく GECO のバージョンはバージョン番号と統一されている。バージョン10.0以降は高速リリース版に加え、法人ユーザー向けに延長サポート版 S はエクステンディド、サポートリリースも提供される。S は7バージョンごとにリリースされ、セキュリティ、 安定性の問題を修正するアップデートが54週間提供される。開発計画の変更により、新バージョンの短期的なリリースを止め、不具合やセキュリティ問題の修正に専念していくことが決定された。サンダーバード17.0系列のリリース版は、Firefox S は17.0系列相当の内容となった。サンダーバード17.0系列に続く。 メジャーバードンアップ。通常版と S ア版が統合された。サンダーバード24系列のリリース版は、Firefox S 二24系列相当の内容となった。サンダーバード18.0から23.0は、ベータ版までの公開で、リリース版は公開されなかった。サンダーバード24.0系列に続く、メジャーバードンアップ。次のメジャーバージョンアップは、 サンダーバード38の予定。サンダーバード31系列のリリース版は、Firefox S 三31系列相当の内容となる。サンダーバード25.0から30.0は、ベータ版までの公開で、リリース版は公開されなかった。サンダーバード31.0系列に続く、メジャーバージョンアップ。次のメジャーバージョンアップは、サンダーバード45の予定。 サンダーバード38系列のリリース版は、Firefox S は38系列相当の内容となる。サンダーバード32.0から38.0は、ベータ版までの公開で、リリース版は公開されなかった。サンダーバード38.0系列に続く、メジャーバージョンアップ。次のメジャーバージョンアップは、サンダーバード52の予定。 サンダーバード45系列のリリース版は、Firefox S45 系列相当の内容となる。サンダーバード40.0から44.0は、ベータ版までの公開で、リリース版は公開されなかった。サンダーバード45.0系列に続く、メジャーバードがアップ。サンダーバード52系列のリリース版は、 Firefox S, S は52系列相当の内容となる。h u n d e r b i r d 46.0から51.0はベータ版までの公開で、リリース版は公開されなかった。52系列に続くメジャーバードがアップ。WebExtension が有効化されたため、旧式のアドオンは使用できなくなった。また、ラストをベースとしたモジラの最新技術を利用するようになった。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。